テンションですか <laughs> この中にはないんですけど <laughs> おじさんだったら今ね <laughs> ちょっとあの紬の,の角が生えてる位置も可愛いですよね真ん中じゃないんだみたいなねまずみんなに嫌われたくないという思いから気がついたら断れない性格になってしまっていた主人公ヒイラギを演じられました小野健翔さんご挨拶をお願いします はい、えー、皆さん本日はお越しいただきましてありがとうございます尾、えー、野健翔ですヒイラを務めました尾、えー、野健翔です、えー、嫌わないでくださいよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます <laughs> 今日今日そういうテンションですか <laughs> そういうテンション <laughs> さあ続けて母親を探しに人間の世界にやってきた鬼の少女つむぎを演じました富田美優さんですよろしくお願いしますはいつむぎ役の富田美優です今日は皆さんお暑い中お越しいただきありがとうございますえっとお母さん探してますよろしくお願いします <laughs> 小野さんのテンションをそのまま引き継いでいただきましたありがとうございます実はお二人の後ろのパネルにもですね今日あのこちらに 名場面からセリフをピッックアップさせてもらっ、ておりますあこれ、このシーンだなっていうのを読みながら思い出されることもあると思うんですけれども、ああ、これ、いい言葉だななんて、富田さん、いかがでしょうかえっ、ー、そうだな、この中だと。はい この中だとあ立ち上がっていただいてごめんなさい。たせてすごいすごいおおのさんありがとうございます。うんあこの中にはないんですけど。まあいっぱいこの部屋いっぱいありますからね。ごめんなさい立っていただいたのにこの中にはないんですけどあのもう本当にエンドロールが流れる前のあのつむきとひらきが再開してこう言いたいこと言いに来たのっていうところの。 あそこ台本見た瞬間になんだこのキュンキュンできるこのワンシーンはって思ったので多分こう実際皆さん見た方もこう。 ってなった方がすごい多かったシーンなんじゃないかなって思いますなるほど、ね、台本見た時点でわってなられてまたそれが作品として多くの方に届いて皆さんも同じようにああって、ね、思われてるっていう,う私の番ってねねキュンとしましまた、ね、<laughs> <laughs> おじさんだったら、ね、今ねいいいやいやいや,いや、ね、小野さんも改めてこう後ろのパネルご覧になっていかがでしょうか。はいはいはい これっていうのあるかな。あ、でもそうやっぱりこのなんか誰かに言われたからじゃなくて、つむぎの側にいたいと思ってるんだっていうシーンとかね。あとなんか結構勢いも大事なんだなって思ったんですよね。あのなんかあの雨の中こうねつむぎがちょっと突然走り出してどうしたどうしたみたいなあるじゃないですか。あそこでもそのなんか追いかけているその勢いのまま。 その自分が思ってることをこう素直に言えちゃってたりとかするのでなんかあこういう勢いも大事なんだなっていうふうにはすごく思いますよね。うん